上越市の地域自治区。東区は東部に位置する。浦河楽は新潟県上越市東部に位置する地域自治区。全域が旧東区引き群裏原村にあたり、同村の上越市への合併とと,ともに2005年1月1日に設けられた。上越市中心市街地から東に位置し、東区木き給料の西端に位置する。東区は概ね定時の形をしており、 東西に長い部分に国道253号が走り、それとほぼ平行して北倉川が流れている。南北に長い部分には、その支流の高谷川が流れる。それら流域の平地に集落が点在し、高地が広がっている。全国有数の豪雪地帯であり、1971年に特別豪雪地帯に指定、多い年には2メートルを超える積雪芯になることもある。 昭和初期までは宿場や市場として東区引きにおける画的役割を担っていた。過疎化や少子化の影響で児童数が減ったため3校あった小学校が2017年に1校へと統合された。1997年に運転が開始された北北1000により区内住民の移動手段に選択肢が生まれた。車を持たない住民、特に高校生がその恩恵に預かっており、 10日、長子の高校への進学が可能になった。東首バス本社、浦河原バスターミナル浦河原駅近くの浦河原バスターミナルを拠点として、首木自動車グループにより運行されている。利用者が減っており、バスの本数が徐々に減っている。上越大沼地域振興快速道路が通っては、いるが、裏河原インターチェンジや鈴鹿インターチェンジ間が開通しているだけである。 虫川の大杉、浦裏楽のデータ、上越市、2021年7月28日閲覧、上越市内公共交通総合時刻表、上越市、2020年4月2日閲覧、向けたけ温泉湯浴見利用回数券は、お手元に残っていませんか裏川楽総合事務所からのお知らせ、裏川楽総合事務所、2017年3月1日、3ページ。 ワープによるアーカイブ、施設紹介、月影の里、広報上越第765号、上越市、2005年7月1日、23ページ。ワープによるアーカイブ、リノベーションアーカイブ例行に、月影の里、リクシル、2021年7月28日閲覧。ありがとうございます。